湯川富士杯争奪第10期麻雀場決定戦西日本リーグ大阪1組第2節3回戦の対局をこれから始めたいと思います。進行は私梶本、そして、解説は引き続き松浦プロにお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは第3戦ですね、本日の最終戦の、チームと選手の皆さんをちいちゃから順番に紹介してまいりたいと思います。まずはちいちゃが、プリンセスビジョンチームです。はい、はい、お願いします。前回が3着、はい、まあでもプラス 17.5 ポイントで、まあ首位はちょっと譲っちゃった格好になったんですが、あららら、まあでもね、ポイント差がもうこんな感じになってきたんですけど、そうですね、はい、どうでした、前回は。まあ1戦目と同様、なんかオーラスがすごい、ね、結局また2茶争いでみたいな、ずっと大変な感じだったんです。4戦半戦ちょっとやられちゃって、そっからもう、あ、目標2茶みたいな感じになっちゃいましたね。そうでしたね。まああのまだまだね、どこが有利とかあんまりないと思うんですが、今回はどなたが、今回また私が3連投、3連投、3度目の正直なるといいですけど ね、あの秘密兵器の登場秘密兵器でなかなかやっぱ登場しないんですよね、うん、そうです、そのうち、そのうち、わかりました。はい、第3節以降ということになりますが、さあそれでは、プリンセスビジョンさんの告知の方をよろしくお願いいたします。はい、プリンセスビジョンは大阪にある、制作会社でございます。はい、主な、まああの業務内容としましては、ホームページ制作、DDT 制作、チラシなどの、制作、そして、漫画イラスト、そして似顔絵、こちらの制作になっております。似顔絵です、家じゃないです。家じゃないですで、まあ、あのうち のホームページは基本的に作りっぱなしではないので、そちらの方のサポートもさせていただいております。そして、先ほどもお伝えしたんですが、漫画とか似顔絵で漫画描くこともできますので、よかったらこちらで検索していただいて、見てみてください。プリンセスビジョンです。はい、よろしくお願いします。イラストの料金はいくら、どうせお高いんでしょうと来ておりますが、いかがでしょうか、そのあたり。まあ、物によりますと、まあ、1万円から、一応似顔絵は1万円からなんですけど、まあその例えばたくさん依頼していただいたりとかしたら、まあ、割引とかもさせていただきますので、うん、まあ、例えば会社さんとか、あのグループでとか、そういうなんでもあの大丈夫なんで、うん、ぜひまとめて依頼していただくと。でも本当にあのプロの漫画家さんとかにね、はい、あの頼んだりすると、結構いいお金を払ったりとか ね、その後、まあ、にじり用に関してもいろいろとね、うるさいんで、ね、あったりするんで、ぜひうちでお願いします。はい、というわけで、3戦目対局の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。続きましてなんちゃです。第3元チーム、はい、どうも、はい、2回戦はカナンプロが、まあ、大きめのトップを取ったということで、はい、トータル首位になりました。わー、すごい、はい、プラスの 21.9 ですけど、いやー、よっぽど詰まってたってことですね。そうですね。まああの白ポンの話がちょっと今コメントでも出てるんですけど、なんの3曲ですね、はい、平場の時にカナンさんに割と軽めの手が来てて、流すには、はい、持ってこいみたいな感じの手で、まあ、白1枚目も2枚目もなかなかったんですけど、はい、そのあたりちょっと理由をお聞かせいただければと。まあ、ナンラス目の龍崎さんの親なんで、はい、このままなんか1000点とかで流してしまって、オーラス赤木さんにまあ上がられて、まあ、安心できる点差ではその時なかったんで、はい、まあ、そこを1000点で流すよりも龍崎さんに周り削ってもらって、でオーラス競った状態で迎える方がもう一番楽やと思ったんで、なかなかったですね。先手上がる意味があんまりないかなと思って、はいはい、単に曲流しでトップ目のままオーラス迎えるよりも、はい、あのもっと楽に決着がつく展開を目指してたみたいな、頑張れって思いながら。賢いですね。賢いですね。でその通りの展開だったなって。すごいオーラス助かって、はい、今日はご褒美のラーメンが止まりませんね。いや、まだあと1本あるんで。あ、どっちがちなみに。あ、打ちます。お、3連投、はい、今度は厚底じゃなくて
何ぞっこなんですか。今度は幸せぞっこ。幸せぞっこ。なるほど。どうですか今のコメント聞いて松浦プロなんかは。なるほどなと、うん、思いましたが、うん、赤木さんが漫画積もった時もあるんで、よし足は絶対あるんでね、うん、まあそうですね、うん、まあ今回はうまくいって、うまくいって、はい、そう、まあどっちがいいかは皆さんで、ね、実際にやってみて。なるほど。そうです、やってみないと分かんないですから。そういうことですよね。はい、というわけですが、第三元さんのじゃあ告知の方よろしくお願いいたします。はい、大エンターテインメントスペース第三元は御堂筋線西中島南方から徒歩1分、阪急南方駅徒歩3分にある全25卓のセット雀荘です。小規模大規模の大会の貸し切りもできます。あと私たちの所属する日本プロ麻雀協会のリーグ戦なども行われてるんで、ぜひ遊びに来て観戦をしに来てください。はい、いや本当にね、大会の時はすごくいい感じなんですけど、ちょっとね、少人数の例えば8人とか10人でもちょうどいい感じのね、うん、お店ですし、駅からも近いしということで、うん、ぜひ、僕もこの間お世話になったので、はい、また利用させていただければなと思ってますし、うん、はい、皆さんもっとお越しいただければなという感じでございます。では、3戦目頑張ってください。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。もうなんかカンペを見てる体になってますね。はい、カンペ今回は透けてなかったですね。はい、はい、続きましてシャージャです。シンバルチームです。はい、お疲れ様でございます。シンバルチーム前回は2着、はい、一時は危なかったですね。かなり危なかったです。もうちょっとでおかわりするところでしたね。はい、そうです。実際どういう気分でしたその時は。いや、なんともと言ったらおかしいですけど、まあ普通に、自分の出番じゃなかったんだなぐらいの感じ。まだ俺の風じゃねえみたいな。俺のターンじゃねえみたいな。終わってから妹さんから何かツッコミなどありました？最後の上がりはちょっとどうよっていう話は言われましたね。あれはもうリーチまで持っていくべきでしょって言われました。オーラスですか？そうです、ハイパイ見た瞬間にもう私はここまで耐えた甲斐があってよく頑張ったねって思ってたんですよ。これはリーチして裏に乗った4000オールの取っ手がようやく入ったと、頑張ったね頑張ったねと思ったら泣きよったねラス前の最後 の、すごいいいハイパイの時ですよね。ラス前でもうめちゃくちゃね、高ハイパイの時にでペイをひたすら抱えて箱を持ってきた時も中チビーンとか来て白とペイを残して、いやもうちょっと弱気な状態、かなりそういうちょっと感じだったんですね。ちょっとそんな感じでは言ってたんですけど、ね。まあ確かにね、プロ3人にあんだけでっかいくらいバン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 決められたらね、はい、ちょっとっていうのはありましたわね。どうかなみたいな。はい、さあ、第3戦はどちらが？はい。あ、連投ということですね。はい、連投で。まあある意味。今度こそ強気でみたいな感じで。そうですね、今日多分1回もリーチって言ってないんでリーチって言えるように頑張ります。わかりました。はい、では最後に、シンバルさんの告知の方をよろしくお願いいたします。はい、麻雀シンバルは分かるまでできた初めての4人打ちフリー麻雀荘です。年末年始なんですがの営業がですねちょっと変動しまして、大晦日とお正月だけすいませんがお休みいただきます。それ以外の、2日からはオープンするんですが、うん、それはもう11時から午前中から開けさせていただきますので、はい、ぜひぜひ初打ちは麻雀シンバルでよろしくお願いします。正月暇ですからね。そのお店だと助かりますよね。本当にね。はい、ぜひお近くの方、はい、もしくは和歌山に帰省された方はね、遊びに行っていただければと。はい、和歌山出身のプロも結構いますので、はい、はい、遊びに来てくださるかもしれないです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは対局の準備お願いいたします。はい、そしてペイチャです。チャイナ君、神戸店チームでございます。はい、稲岡です。はい、稲岡さん。
あれ、いないんだ。お二人で。はい。はい、チャイナ君は前回は4着。そう、トップラス。最後の。最後オーラスね、あのセリの状態がちょっとね、きつかったですが。チンしたらよかった。あ、泣けるパイが仕掛けとけばよかったということなんですが、これで今チャイナ君神戸店がマイナスの 6.5。 あ、でもマシなったやん。もうすごく詰まったんですよ。ね、トップ取れば勝手に今トップは何本 21.9 です。もう1着順、あ、2着順ぐらいですかね。今から打つの、はい、ミカちゃん A リーガーが打つんでトップなんで、もうチャイナ君ズバ抜けて今日はトップなるんでね。味方のまさかの味方チームメイトからのハードルドーン上げみたいな。ハードルが、いやでもこのハードルね、めっちゃハードル上げられてるね。まあ、ね、あのちなみに A リーグ昇格を決めてから、うん、麻雀は打ってますか？麻雀打ってるんですけど、はい、ちょっとプッチ自慢していいですか？どうぞ。プッチ10ハンチャン打って何ハンチャン？10、はい、10ハンチャン全連帯7勝しました。ほらやばい、ちょっとやばい、もう確変中ですね。そうなんです、確変です。まだあとはどれだけ伸ばせるか。そうなんです。楽しみでございますね。これ結構ね、あのご覧になってる方も今回注目されてると思いますんで、ね、頑張っていただきたいと思いますが、それでは、チャイナ君の告知の方をよろしくお願いいたします。はい、はい、チャイナ君は阪神 JR 元町駅西口徒歩30秒中尾の入ってるビルの5階にございます。ユニウチのお店です。クリスマスも年末年始もお待ちしております。はい、少ななんか言って、え、クリスマス年末、うん、有馬記念。そうですね、有馬記念、エリザベス女王杯、すべてね、チャイナ君の裏の JRA の馬券場で買って、チャイナ君でテレビもういつも競馬つけてるんで観戦できますんで。はい、なんかあのね、クリスマス季節になるとサンタの格好とかするんですか？JRA の馬がして歩いてたの人形お店の近所で見ろと、はい、お店の近所の馬で、はい、ダービー君やったけど、名前忘れたけど、はい、治安悪くない、全然いい、はい、南京町もあるから、はい、いいとこですね。はい、ぜひ神戸横しの際はチャイナ君ね、はいはい、お立ち寄りください。はい、それでは対局の準備よろしくお願いいたします。はい、という4名による、今節最終戦となります。というわけで、解説陣、こちらの方にお越しください。あ、アサピンさん。はい、こんにちは。こんにちは。僕はどこに座れば。アサピン、アサピン、じゃあここ。え、田島さんは。僕ね、ちょっとあのん注射しに行ってきます。注射今話題、いやそうです、ちょっとあの明日もあるんで、はい、ちょっとね、はい、じゃあ、松浦さん実況、はい、サピンさん解説、はい、でういうプレイヤーはいますか？プレイヤーズ解説は、プレイヤーズ解説は、じゃあ今からちょっと僕がどうぞと言ってきますので、とりあえずお二人で、はい、じゃあ進めていきましょう、はい、お願いします。というわけで、はい、私が実況をしてサピンさんが解説というところで、対局の準備はまだもうすぐできそうかな。今日プレイバックはね、ないんですよね。3回、あ、お、プレイヤーズ解説。お、見たびすいません。見たび。じゃあ、プレイヤーズ解説、自己紹介をお願いします。はい、第三元チームから出てます、日本プロ麻雀協会、里見ねねです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パチパチパチ。プリンセスビジョンチームの地下の弥生です。よろしくお願いします。はい、お願いします。以上4名でね、お送りしていきますので、それでは対局の準備ができましたでしょうか。切れますね。はい。じゃあ、そうそう始まりました。はい。ちいちゃがどなたでしょう。稲岡さん。ちいちゃ、桜井ですね。桜井さんか。はい。はい、トンの一曲、親は桜井ですね。ドラはパーピンとなっております。はい、録画ではありませんよ。録画ではありません。はい、なんとね、
3回なんで、今日これが早くも最終戦ということでね、はい、ちょっとアフター5の方には申し訳ないんですがタイムシフトをね、ちょっとご視聴お願いしますというところで、さあ手を見ていきましょうか。はい、うん、どうだ、カナンが良さそうにパッと 見えたんですが、桜井さんが今チーピン、カンチーピン引いて相当良くなりましたね。カナンさんは、うん、まあ、そのチーピンが欲しいですね。そうですね、ドアのパーピンをどうするか。三浦さんはちょっと厳しい。稲岡さんはペン3ピンだけネックですね。そこさえなんとかなればっていう感じですね。9枚も重なって3色3色なりそうですね。ちょっと意識してますね。チーピンはここにね2枚もあるんで、はい、もうチーピンはもう売り切れと、うん、売り切れ売り切れでも、ね、流行りそうです、はい、でもパーピン引けば問題ないんで、ね、うん、さあ白が重なって、まあこれかなり上がりが近づきましたね。稲川さん、お、数層引き面単品いてこう、うん、さあこの稲岡の白はどうするんでしょうね。まあ出たら叩くんですか ね、打点がそんなに上がらない。今リャンマン固定しましたね、はい、そうですね、ちょっと面白いリャンマン切りしましたね今。さあ白が出ましたが、ここは泣かず、泣かず龍崎はその白を抱える。はい、さて6ブロックですよね、うん、まあギャンピンつも切りか数ピン切りか、数ピン切り、数ピン、これは出やすさを重視ということですか、その指導を泣いた後の。そうでしょうね、まあ4-4-2って切っていってみたいなイメージじゃないですか。待望の出やすさを引いていいシャンテンですよ。チーピン引いたら最高ですが、チーピンはないと。おこれ龍崎は本一に行きましたね。うん、そうなるとこのカナンが欲しい数チーピンはこれでチートイツのイシャンテンも、うん、ね、ドラ切らないならウーピンですが、ドラを切って、はい、でドラを切って形でいきましたね。龍崎がチート、はい、でもこれでカナンさん曲がれる形になりましたね、うん、さあ3万はちょっと馬強が出てきましたが、3万はお白の統一落とし、1枚出てるやつですね。はい、カナンは一応チートイツも可能性が残ってるんですが、うん、安全牌候補でもあった指導のトイズ同士ですね。そうですね、まあ、ピン風に持ってくならっていう感じですけど、速度的にね、はい、ちょっと追いつくかどうか難しいところだとは思ったんですが、うん、もう受け気味ですかねこれは。今のいいピンも見てもとなると、カナンがテンパイを入れました。数チーピンですね。はい、ただリーチピンフイペコ数ピンがあと2枚ですね。チーピンはないです、うん、残り2枚。さあ桜井はダブトンが統一になってるんですが、まだトンはションパイ、パーピンが2枚目出ましたね。そうなんですよ、口癖でよくさーって言っちゃうんですよね卓球の愛ちゃんではないんですけど、僕も言っちゃいますね、はい、さあスーピンが残り1枚になりましたね。桜井はここでどうするんですか、うん、ドラ1ダブトンがまずは現物のウーワンと、これでローワンが通ってキューワンも切りやすくなりましたね。言うだけは稲岡さんかなり分かりやすい麻雀をいつも打ってくれるんですけど、僕個人的には今回いきなりこねてきましたねちょっと。リャンマン切りがですか、うん、いやリャンマンの後のそのスーピン、白の統一落としの統一落とし、うん、まあ、いきなり聞いてみたいですね。エディガー様ですからね、うん、エディガーになって何か見えてきたのかもしれないです。お、引き戻してテンパイ、さあ親でまた言っちゃった、スーチーソー、うん、スーチーソーちょっと場にはいっぱい出てますけどね、馬強的にはそこそこですか、どうでしょうね。2枚ですね、2対1の戦いですね、うん、おお、それを一発で積もる、リーチ一発積もでドラが14000オールの上がりとなりました。チームの一員として頼もしい限りですね。ぐぐっとここまでね、序盤苦しい展開をしてた桜井が今度は先行するという形に、ね、なりましたね。本発から4000オールが出ましたね。こうなるとちょっと重い番になりますか、
まあ、すぐ小型が2000、4000とか上がると変わるかもしれないですが、うん、はい、じゃあトンの1曲一本歯ドラが両ピンとなっております。さあ言いましたね、うん、親の桜井が白統一ですね。なんちゃのカナンがナンを統一にしました。龍崎は役牌のトンが統一、桜井さんかも初が統一ということで、はい、全員役牌統一ですね。桜井さん、親の時はまあ普通に打つとして、この時にそんなにあのかわし手をする印象がないんで、うんうん、補充もほとんどしないけどもかわし手もしないっていう感じの、まあ、場を進めるっていう意味では消極的な方なんで、どうなるかですね。長引くと逆転もされやすいと、はい、うん、誰かかわし手がいると、まあ、優位に進められると、はい、全員が役配統一ということで、誰が最初に仕掛けるのか、うん、それとも全員泣かないのか。桜井さん、ほんのりと二差し三色が見えますね。一通がこれで、うん、あ、いいシャンテン、一通に固定しました。三色の含みを残すなら数間を残すというところですよね。そうですね、まあどちらも同じ両半役ということで安牌優先したっていう感じですかね。さあ、カナンもご当地が見えてきましたね。さあ、これドラの両ピンです、うん、これはスライドですが、お、シャーがいった。これで両ピン、もしもう1枚引いてきた時もちょっと、強欲に使い切ることもできるし、ピン図が横伸びにも対応できる。こういうそのノベタン系っていうのはどこまで引っ張るもんなんですかね、うん、そうですね、まあ僕はこのまま今日だとちょっと想像に自信がないんで、できる限り引っ張ってターツ振り替えを見たいんですけど、ゴールまでってことですね、まあ、うん、1通がメインとして見るんだったら、まあハがあんこに、そうそう切ってもいいかなっていうぐらいですかね。はい、稲岡のハツがあんこになり、和況的にはピンズが安めになっているので、ローピンとかを引くとかなり有利なのは龍崎ですね、うん、稲岡さんの手がいいですね。三面ちゃん両面の完全インシャンテンですね、うん、はい、こうなると仕掛けたくないですよね。そうですね、さあ、桜井も白があんこになって、二刺しを諦めて、あればもっといいシャンテンですね、はい、うん、これは手がぶつかりそうですね。うーん、さあ、一通手前、お、一通ができました。先制リーチ、はい、さあ、カンパス層ですね、うん、ここに2枚、ただ戦闘体制に入っているのが2名ですね。ここでどうなるか、ね、あ、トンがションパイなんですね。ただいきますか、点数持ったからちょっと守りっていうのも考えてるそうですけど、まあ、チーピンが宣言杯のまたぎで厳しいんで、おお、やめましたね。固く一発じゃなければいってたような気がしますけどね。一発目じゃなければ、うん、はい、まあ、おっと、ね、これラス杯じゃなかったでしたっけ。ラス杯ですね。ラス杯を一発で止まりました。 D 速つも2ドラ1、3600は3100、6100の、はい、100です。いや、指折って、うん、はい、一発祭り、一発祭り、さっきの漫画がなかったことにされてきますね。うん、そして、まあ、あのたらればですけど、トンを先に切ってると、もしかしたら龍崎さんが泣いたかもしれないし、おそらく泣いてないような気がしますけども、ね、はい、形的には泣きづらそうな形はしてましたしね、うん、はい、じゃあトンの2曲に移ります。親はカナンですね。いや、あんまりこの公式的な対局では品のない叫び方しないようにしてるんですけど、ちょっと2曲連続叫んでしまいましたね。すいません。それぐらいなんか強烈ながりが2回。展開的には上下がくっきり分かれたような展望状況にはなりましたね。はい、あ、いいですね。麻雀のブレスレットが素敵ですね。お、龍崎さんの手が良さそう。統一にしたいところですね。ドラも想像のどうそうですし、外のチャイムがなんか騒がしいですが、さあ、ペイが出て、うん、スルー、ちょっと考えましたが、はい、トンも1枚出ちゃってるんですよね、すでに。2枚目のペイもスルー。いや、1枚目ですね。ペイとトンが両方とも1枚入れと。まあ、次はさすがに、そうですね、泣きそうですよね、うん、さあ、先に仕掛けたのはなんとペイちゃんの桜井。
次手を打つみます、うん、おっとさあパーピンも仕掛けてドラドラのダウンウーピン、これはかわしてではないです ね、 ぶつけに行ってますさっきかわしてがっていう話をしてましたけど、これはかわしてではなく、まあまあ本手ですよね。そうですね、ドラドラはもう本手と言っていいでしょう。うん、さあカナン、ここはもうぶつけに、うん、で、ソーズ三層から仕掛けた竜崎、うん、これでイーシャンテンですね、はい、どうなっても大体満貫になりそうですね、うん、まあ、カナンもこれ今関数層払ってたってことはリャンワンパーワンで即リーチする気があったんでしょうか ね、 そうね、おそらく、まあ、あの数層から引くとピンフになるんですけども、あ、リャンピンで止まってパーソー切り、まあ、これはぼかしの意味が強いと思います。ぼかしと先切りでしょうね、あのウッパソーの単野鬼ちょっとでも見せるために、はい、うん、まあ、これでテンパイ逃しちゃったと思ったかもしれないですが、これがリャンピンで宝珠と本邸なのでね。じゃあ桜井が、初ドラドラの3900点の出上がりとなりました。うん、やっぱり競技麻雀だと赤が入ってないんで、ドラがそいつで自分にあるっていうことは他の人からの反撃もちょっと受けづらいっていうのもあって、うん、特に仕掛けやすくなりますよね。まあ、自分の加点ももちろん込みで守備的にもそこまで不安がないないと。さあ、トンの3局に移ります。親は龍崎、ドラは9層となります。結構珍しいケースですよね。あの自分がドラ統一で、うん、ドラ統一に放棄するという、はい、競技麻雀でも激痛の走りですね。なんだよって思いますよね。赤があっても似たようなこともありますけど ね、 自分で赤赤ドラドラとか思ってて、赤ドラドラの人に刺さるとか、ね、なんだよっていう。さて手配はどうでしょう。カナンが2面図できてますね。はい、具形が多いですね。龍崎もマンズがちょっと多めで、お、ドラから行きました、ね、うん、1通か3色どちらかは狙いそうな形にはなってそうですね、はい、まあ、かなり3つっていうよりは染めを見てるんじゃない。あーっと、これでメンツができた、うん、これちょっと昇降して初切り、うん、どっちにもいけるようにということですね、はい、まあ、メンツができちゃったらさすがに染めはっていう感じですか。さあ桜井、うん、桜井は役が欲しいと。カナンがいい換算層を引いていいシャンテン、さあ形ではパーワン、パーワン、はい、ドラが急走なんで、ターツの振り替えで小さは見たいですよね。さあ稲岡は、うん、さあ一応いいシャンテンになってますね。はい、換算ピンが残った時にどうするか、その欲しい3ピンを統一にした桜井、なかなか皆さん手がいいですね、うん、うん、パワーワンを引いていいペーコの可能性もちょっと出てきましたね、これで、うん、まあ、ストレートに行きましたね。お、嘘、なんだか難しい形になりましたね。そうですね、形では急走なんですけど、ドラが急走と、うん、さあどうする、うん、だ役が欲しいことも込みで同走とか言ったりするんですかね。9万の統一落とし、保留、保留、E ピンとか3ピンとかでもなく、もうとりあえず 9、うん、あ、9万の統一落としですね、はい、さあ、これマンズが伸びてきましたが、ここから1メンツを払っていくのは、パーワンも2枚飛んでますからね。パーワン切りだとちょっと E ペコ消えちゃうのもネックなんですけど、 E1 つも切りですかね。1枚飛んでる、いろいろ選択はありそうですけど、いや、いっちゃいそう、いっちゃいそうですか、うん、いっちゃいそう、おー、いっちゃったの。まあ、これだと読み的中です。どっちかというとチートイツの方を見てるかもしれないですけどね。さあ、Q1 が出ましたが、中ない。さあ、カナンにテンパイが入りました。数値ピンですね。はい。数万泣ける。リーチピン風。これ山に？おー、山4。なんといいリーチ。このタイミングでリーチ打たれると厳しいですね。数層、数層、2枚いけるか。もう、あの、これメンチンチートイズも見えるんで、はい、もう、あの、無視して。マイマンのいいシャンテンだと見れば無視するっていうのも、うん、ね、
想像待ちじゃないということを読んで、うん、想像全部ぶった切ると、はい、お、行きましたね。行きました。これは戦闘態勢が、はい、数値ピンはあと4枚です。お、桜井さんもいいパースを引いた。あれだけまっすぐ来られるとリーチかけてる方もびっくりしますね。リャンゾー、リャンゾー、まずリャンゾー言って嘘を押す理由を自分に作るみたいな。やめて。さあ他に桜井はちょっと反撃できそうな形にはなっていますが、やっぱり仕事牌を2つ完全無筋押すのって相当勇気いりますよね。いりますね、うん、よく言ったと思います。さあ天杯が入りました。さあ桜井天杯サブロッソー3品ですか、うん、ここはダマにしましたね、はい、ロッソーがまあ見えてるので4枚目が、うん、実際は3層と3品の町という、はい、さあこれでまた親の龍崎はやめましたが、うん、ついにもう5を2枚は押せないと。さあこれで折りですか。安牌はスーワンと龍崎さんが通した数層ですね。親も言ってるんでどうしようかなというのはあるかもしれないですね。今の証拠でどういう判断をしたかというところが数層、うん、やりました。現物待ちもやっぱり警戒してるみたいですね。はい、相撲リーズもピンフガードダウンはなしということで700-1300の上がりとなりました。桜井さん、宇賀さんでしたね。桜井さんは宇賀さんでしたね。はい、いや龍崎さんね、果敢に攻め染めに行きましたが、はい、まあ最後まで攻めるのやっぱりきついですかね、うん、ああなると、はい、あれされると他の人もちょっとリーチ打ちづらくなりますよね、変なリーチを。さあどんどん4曲になりました。ドダーはローマンです。お、ドダーがローマンです。ドダーがローマンです。なんとエリーガー様、ここまであまり姿を現してなかったんですが、うん、ここにポッと親番で現れてポッと4000オードを引くみたいな展開があるかもしれないですね。まあ、ただドラアンコですがちょっと手組みの面で難しいですね。タイヤオに、あ、ここでトンが重なりましたが、トン、これでも今出たトンですよ。龍崎さんがしっかりとトンを処理してますが、これ桜井さんからすぐ出そうですね、1枚入れだと。さあその桜井はチュンがアンコになりました。うん、これは時間の問題でしょうか、トンが出るのは。そうですね、まあ、安牌候補ぐらいに考えてるかもしれないですけど、トンがこれで出た、間に合いました、はい、こういう時を桜井さんおそらくジャンプ的に自分からションパイのトン切らないんで、一段にトンがあるから逆に切っちゃったっていう感じだと思うんですけど、ね、はい、さあこれを受けて他の3者がどう受けるかという、うん、ところなんですが、まあ、平岡さんとしてはタンヤオドアさんもナブトンドアさんも一緒なんで、あの19杯が使えるようになった代わりに警戒されやすくなってどうかなっていう感じはあると思うんですけど、カミちゃんは大変ですよね、はい、何でも泣かれてしまうので、うん、さあこれは、2ピンの方から打って老朽ピンをちょっとでも警戒を下げようという、老朽ピンを切っちゃうとその老朽ピンっていうのが目立ってしまって、はい、読みの候補に入ってしまうという、うん、そうですね、序盤のうちかつまあ自分が勝負手っていう時は多少のリスクを背負っても、このウーピンをどれだけ引っ張れるかが大事と、はい、そうですね、だからといって泣けるケースって実はそんなに多くはないと思うんですけど、あ、これでまあ、はい、まあ、形的にそうですね。さあさばきに行きました。はい、さあ桜井さんがこれはまずいということでカンパーワンでさばきに行きましたね。なんとさばき手を、うん、ついに解禁ですか、うん、まあ、まだ捨て牌もとなしいですからね、矢岡さん。さあターツ選択になりましたが、うん、イーソーが振り手なのを気づいて慌ててヤンソーを切りましたね、はい、そうですね、まあ、イーソー振り手だから泣けるっていう見方もあるんですけどもそこは待ちになっちゃうとやっぱり弱いん で一瞬考えはするものという感じですね。さあ龍崎さんも一応のイシャンテン、ただいっぱいも泣かせないようにしてますね、うん、自敗を連打して。そうですね、今のところはそんな印象ですね。パーマンはどこにある、さて、こ
ここでどうするか、形を残すか、9ピン、もうこれが泣けました。はい、9ピンの地位で6キュースを、あ、9ピン入ってたよと、入ったよと。そしてパワーが流されました。パワーが流されました。さあ、チートイズ天敗ですね。ローソーが相当打ちづらいんで、まあ、カナーさんもそれは読み筋に入っているでしょうけど、三蔵、うん、まあ、チー出しと同じ色ということで、ね、そうですね、まあ、あれは基本サブロ9層以外に多分ほとんど当たらないんで、はい、三蔵は一定っていう、ロー9層は相当やばい、はい、特に9層はなんかシャンポンとかでも当たるケースが多そうですね。ローソーよりも9層の方が危ないですね。ここで E1受けましたね、うん、さあ、面白い曲になりましたね。ウーマンの筋になりました、うん、これでパワー1がちょっと出やすくなりますよ、うん、ここでただ現物が9万があるので、うん、パワー1よりは先に9万という選択になってしまうか。龍崎はもう受けに回りましたね。あと、これは急走があんこになるとこれは使い切れない、まあ切らないでしょうが、おそらく、じゃあどこ切ろうかなと、数万、今通ってる2枚家ですね、まあ、これで目つけの復活もちょっと見ると、さあ、この勝負手同級走がなんと1234、あれ、あと1枚じゃないですか、あと1枚、急走が1枚、あ、急走、ローソーがあと1枚になりましたね。こうなるとパワーマンがかまされましたね。いやー、でもこれはお見事ですね。いやー、1000点の上がりですね。これは悔しいですね。これはきついですね。桜井さんも今現物だけ連打してたっていうわけでもなかったんで、はい、まあ、最終手足やっぱり地位のパーソーっていうのは情報にはなるんですけど、それでも一応無筋を押して上がりきってるんで、うん、はい、さあ、何の一曲になりました。親は今上がった桜井と、まあ、でも実際ドラあんこが見えてるのは、うん、あの本人だけなんでね。そうですね、実はそうですよね、そうそう、一番線だと思って打ってるわけじゃないんで、はい、我々はもう神の視点、そう、神の視点なんで、はい、そうでした。さあ、ドラはシャーとなりました。各社ハイパイは、まあ、ズバ抜けていいという人はいなさそうですね。中、うん、さん1打目からちゃんと系に来ましたね。1打目に嘘を切ってる人が2人いるっていう不気味な、うん、なんか不気味なじゃあ大体想像で待てば上がれるんじゃないですか。まあ想像のどこまでかっていうのは分からないですけどね。全部4と6は持ってないでしょうけどっていうそれ以上はあまり分からない、はい。これはトイトイ、本一、チートイ、国士、どれに行くか、とりあえず本一と国士の大体本一に行きそうな手組みに構えましたね、カナンは。今いい関数層を引いた龍崎さんがいいシャンテンか、お、桜井もペンちゃんを払って単葉に向かいましたね、うん、はい、おお、初統一ですね。ざわざわ、ただ白はもう2枚出てるので第3弦はないと、はい、次3枚目も切られ、ヤクヤク本一ですね、うん、これでマンズの本一に行きましたね、うん、まあ統一3組ですが仕掛けた方が早そうですね、うん、さあ、ここでどうする、ドラガシャーなので引っ張りましたね、ローワン、はローマン、うん、パーソー有効牌とはいかないですが、かなり真ん中の牌をよく持ってきますね。そうですね、うん、今回はかなりブクブクに受けてますね。やっぱり親とここで結構立ち回りを変えてるような、うん、あとウーピンですか、龍崎ですね、うん、ウーピンを、うん、ウーピンを切って一通とドラの縦引きとっていうことでしょうね。そうですね、まあ、ドラは自分から切る気がなくて、ドラ重なりました。おっと、チートイツのイーシャンテン、イーシャンテンか、うーん、でアンワン、もうチートイツを相当意識しつつメンツテも残しながらっていう感じですね。ローワンはちょっと切るとメンツテで多大な影響があるんで、うん、一応チートイ本戦で、うん、本戦だけど壊しすぎない程度にっていう、うん、さあ、稲岡が迷ってますね。
3ヘッドになって、うん、ここで、まあ、マンズが余ってきたことへのちょっと対応ですかね、うん、今のも、さあ、あんまり嬉しくない発が重なりましたが、うん、2枚系の3ピン払いと、ペイペイはバニー1枚切れですね。トンもバニー1枚切れ、うん、ローマン、イーマンも1枚ずつということで悩ましい選択ですね。 E1 かドー1かもう完全にチートイズに決めましたね、うん、これは、はい、成就するかどうかわからない高い手を見てるときますね。なるほど、あとごめんなさい、チュンがもうすでに2枚出てたんですね。あ、縦がもう、じゃあもうそういうことか。さあ、素晴らしい。さあ、イーマンかペイか。さあ、これでペイ短期のダマ点。メンホンチートイドアドア。そしてこっちの水が出来上がりつつあります。さあ、稲岡さんがだいぶ警戒しているように見えますが。形も良くなさそうですしね、はい。他はちょっと警戒してないかもしれないですね、はい、これは。さあ、数万。うん、してなさそう。してなさそうですね。まあ、割と自分の手もまあまあ、いいっていう風に見えてるんでしょうね、うん、まあ、国士かもっていう意識もちょっとあるのかもしれないです。ハック4枚切れですね、ごめんなさい、ですね、国士はないですね。桜井はこれで、うん、なんか進行してないんですけど形は良くなる一方ということでタースが溢れていくんですよね。まあ、ローマンは現物なんでとりあえず切りやすいところですけど、ローマンか G1 あたりですか、筋の初は切らないんですか。そうだ、初、うん、初大丈夫かなっていう意識はちょっとあるかな、どうなんでしょうね。もちもちになってることってそんなにないかなってことで、うん、3万ローマンの筋ですからね、うん、まあ、形でいきましたね。お、一通天敗、一通ドラドラ、シャー短期、シャーはまだ山に1枚ありますよ。おっと、これここにシャーが来てしまっても、ここはさすがに打たない。こうなるとペイを掴んでしまったら、あ、おっと、これで振り手なんですよね。こっそりしてたらうっかり出るかもしれないという、うん、ドア短期ですよね。これカナンさんがどれぐらい転売機会出てるんでしょうね、はい、実際こういうのって卓に座ってないとあんまりわからないんですけど、どういう風なので判断するんですか、転売気配が。まあ、国士じゃないし、マンズ余ってきたし、あとはまあその愛のテンションっていうと怒られそうですけど、はい、つもぎりが多いとかっていうのもありますよね。つもぎりは多いのになんか結構場に通ってない牌とかをね、ずっと切ってる人っていうのはやっぱり警戒が必要かなと。なん、これはつもぎ、あーペーが、これははい、メンホンチートイドラドラ1万2000の上がりとなりました。やっぱり転敗してるとなかなか止まらないですよ ね、 こういうのはもう転敗してなかったら止まる可能性も高いんですけど、やむなし、うん、やむなし、小車輪ドラドラだと倍満になるんですかね。そうですね、3人打ちだとそうかもしれないですね。何の2曲になりました。親は今上がったカナンですね、ドラがローマンと、もう本当ああいうのっていうのはリーチしても出るのか、リーチした方が出るのか、リーチしない方が出るのかっていう、その辺の見極めも大事ですよね、本当に。リーチをしてで足を止めて、なおかつそれでも出るならリーチをしたいですよね、うん、はい、まあ、今のだとちょっと自分の皮も込みで警戒されちゃうっていうのがまあ判断になるんでしょうけど、あと自分の打点も羽マンを倍マン確定にするかどうかっていう、うん、4000点の努力をどう使うかです、はい、4000点努力をしてそれで出なかったらちょっとなんか、うん、稲岡さん、ウーパーワンの怒りのドアドアリーチちょっとずるいですねこれ。しかも第1打9万を切ってる人が2人いますからね、これはちょっと数える気がないんですが、山にはちょっと無限にありそうですね。ここにパーワンが統一、うん、と手の中に1枚、はい、あと5枚です。ただドアがローマンなんで、ね、3面ちゃんのよりは、さああと5枚です。
これは困りましたね。カナンの手もかなり親としてはいい手だったんですが、ラス目のリーチということで、まあドラマタギの牌なんでそんなにあっさり出ることはないとは思いますけど、みんな受けるとおそらくツモに期待することになるでしょうね。これ悔しいですね、カナンは。この手を、まあ、チートで復活できればいいかなぐらいの、はい。となるとこれは一人旅が濃厚になりそうですが、安牌も厳しいと。そうですね、龍崎さん、ション牌の初、まだちょっと行く気があると。ペイではないんですね。はい、トイツのペイ、もしくはまあ1打目の外の三蔵ぐらいが、一応安全度は一番高いと思うんですけど。数層のワンチャンスで三層連打いったのがカナンですね。はい、うん、さあ実際にまだ山には5枚残ってますし、なんと、まあ、リーチかけた時点で5枚残ってたんだね。このリーチ後にこの出てくる色っていうのが結構大事ですよね。はい、例えば今もソーズがね、うん、絶賛売り出し中なんでこれ多分当分はソーズが並んでいくね。これがもしマンズになってたらちょっとマンズがね上がりやすくなったりとか。まあでもドラがマンズなんで、ドラマタギですしね、しかもノーチャンスになることがない街なんでなかなか出ないところですけどね。ウーワン3枚、ローワン3枚って並んだらちょっと出るかもしれないですけど、あ、ローワンじゃ、ウーワンじゃない、ごめんなさい、チーワン3枚か、それもないですからね。自分で一発目にね、あの持ってくると結構大きいんですけどね。うん、なんか昔そのリーチの一発目に自分の上がりの牌の色と同じ色を持ってきたら上がりやすいみたいな、そんなあるんですねっていうのを昔聞いたことがあったんですけど、こっちに1枚来ました。それは誰が言ってたんですか。それはちょっと名前は忘れましたね。ただ若干理にはかなってるんですよね。もう僕すいません、率直な感想で今思ったんですけど、理にはかなってるけど、それ使える場面何もないなと思って。持ってくるかどうか全然いいんですよ。そうです、そうです、理にはかなってるんですよ。ただどうしようもないことなんですよね。それは合ってるけど、だからといって使える場面が、そうですね。あれですね、自分の次のツモの牌がこぼれた時とか。なんとあざとい。そうですね、聞いた、最初聞いた時は面白いなって思ったんですよね、一瞬、はいはい、一瞬思ってあれにもかなってそうだけど、それどうやって使い道がねえみたいな。さてパワーがまだまだありますか。す、ね、パワーがここに1枚流れてだけですかね。うん、まだ4枚ですか。4枚ないと思うんですけどね。ドラ表示牌の1枚と、あ、1枚ありますね、はい、3枚ですね、3枚ですね。まあ、こういう、はい、あの解説することが少ない曲に関してはそういう小話で、お、積もりました、積もりました。リーズもドラドラ、裏はなし、2004000の上がりとなりました。うん、まあ、時間はかかりましたが、はい、上がれてよかったですね。うん、そうですね。これで展望状況はトップ目が桜井の34000点、2着目はまだカナンですね、はい、276、3着目に稲岡242、ラス目が今から親番の龍崎となります。龍崎さん、ここでちょっと加点しないとオーダスにやることがなくなっちゃうと。さあ、何の3曲です。ドラはイーソ、親は龍崎で、さあ牌がこぼれて、ん、大丈夫、あ、大丈夫ですね、はい。さあ、ハイパイはどうでしょうと、というところでスイッチャーが切り替えてしまったんですが、1面積できて2面が2つですか。はい、悪くはないですね。2番もある。さあ、第1台何を選ぶか、トンか、なんか、ヤンピンか、またまた周回か、トンかできました。トンかできましたね。はい、国士ブレスレットね、左手にあるんですけど、
国士はいいんですか？なんか八王子杯集まってそう。さあ、ドバン引きまして、これでドバドバですね、これで。はい、リャンピンを行きましたね。何を置いとくんですね。まあ、もともと自敗1枚置いとくこと多いようにも見えますし、うん、今回の場合重なりもかなり嬉しいですからね。何か重なってデンちゃんでも。さあ、その何は合わせ打ちという形になりましたね。さあ、他の3者の手牌はカナンはこれで1面つできましたね。はい、おっとドアが気づいた。ウーピン、稲岡はちょっと手が苦しいですよね。カンちゃんが多めと、うん、桜井はメンタンピンが狙えそうな手にはなってますね。まあ、桜井さんの立場だと面はいらなそうですけどね。面はもうここまで来ると何局の単品、単品、単でもいいですね。単でもいいです、金でもいいです。表示がカナンちゃん親になってるけど、今龍崎さんが親です。そうですね、はい、表示が。さて、治りました。あ、うん、さあカナン3色と本一等を見つつですかね。カナンは現在2着名、トップ名と何、6000点、6500点、はい、現状だと1326は同着になってしまうので、はい、1000点上がりたいですね、最低でも。まあ2局あるんで、この曲で何としてもっていうわけではないんで、2曲でまくれる状況を作っておきたいですね。ギリギリまくって、まあ、横移動で着変わらずっていうこともあるんですけども、まあ、やっぱりギリギリまくってまたまくり返されるとかいうこともよくあるんで、まあ、最終同じぐらいの条件にしとけばいいかなっていうところはありますね。さあ、稲岡は、うん、ちょっと苦しい形が多いですが、678の3色を狙いたいんですが、その急所のチーソーがここにあんこと、うん、おっと、さあ桜井はそうですね、ポンできる形にしましたね。ウーピンが自分の目から3枚見えてるってことでしょうかね。はい、単ヤオに絶対したいのであれば、なんとチーソーが出て、これはうまくいきました。これは、うん、これはさばきて解禁です。さばきて解禁ですか。うん、いやー、スッチーピン残して泣く人が多そうに見えますけどね、今のだと。ビンズの下で泣いて両面両面のイーシャンテンに通る、うん、まあ、確かに単用が確定してるわけでもなく、うん、はい、中膨れのチーソーと三品のシャンポン待ちになるのも嫌ですからね。稲、岡さんはチーソーがなくなったんで同走勝負しましたね。まあ、桜井のジャンプが入ってもこれはおそらくテンパイなんですけど、まだ待ちが絞りきれないんで、まあ、ドラが理想ということで安いっていうのも、はい、そうですね、うん、さあこのリャンウーソーあたり、はい、うん、行きましたね。はい、まあ自分も親ありますしと、1000点で当たれるな、まあ、当たるならまあそれでもいいかと、うん、いうことで、さあこの1000点は1326がダメになりましたね、カナンが、うん、まあ、カナンにとってはちょっと辛い、うん、さあオーダスになりました。親は3着目の稲岡ですね。早い展開で、早いですね。ドラはトンです、うん、さて、現在トップはトータルが2着目のプリンセスビジョンということで、うん、で2着目はトータル首位なんですよね、はい、ここでワンツー決めるとちょっと差ができてしまうかもしれないので、なんとドラのトロンが統一でしたね、今カナンプランにドラのトンがなんも、なんドイツ、ただ、あーでも本一に行きそうですね、これは。お、あ、初とこ行きました。なんドラドラ、なんドラさん、なんドラドラ、トン3級はダメですよね。そうですね、まあ、トンを3枚使うぞっていうイメージですかね。2着キープという選択肢もあるんですかね、うん、まあ、トップになれたら最良で2着もやむなしっていうイメージではあると思いますけど、どの位置マンガン横移動でダメですからね、トップ取れないんで、そこまで絶対トップっていう手組みはしないと思いますけど、さてカナンの手が難しくなってきました。下の3色も見えそうですが、そうなると
切る牌がなくなってしまうので、うん、ここはもう2弱キープもよしというふうに構えてるんでしょうね、はい、ドストレートにニャンマン行きましたね、うん、そう2着じゃダメなんですか2じゃダメなんですか勇敢富士杯は結構2位も大事なんですよ、うん、結構2位もいいんです。もちろんトップがいい、でももちろんトップが一番いいんですけどね、3着を2着に上げるっていうのは結構大事ですよ。お、3番を引いて桜井さんがまたこれはかわしきれるか。協会の人形とね、もうトップを取りたくてトップを取りたくてってね、なってしまうんでね。さあ難しい。タイヤもちょっと見たいんだとは思いますが、形でまずイーソーかな。チーソーにくっついた時にタイヤにも行けるようにということですかね。ちょっと龍崎さんこれは手が点数もそうですし、まあ、マンガンツモで着順変えに行くのが狙いですけども、ちょっとこの手ではっていう感じですね。マンガン上がれば、マンガンツモでは2着、はい、3球上がれば3着ですかね。いえ、カナダさん 27,600 です。あ、27,600、表示が 17,600 になってますが、はい、じゃあマンガンツモに行かないといけないと。もしくは稲岡の軽い連チャンを期待するか、うん、角入れんちゃんをされると今度マンツモ圏外にはならないですね、はい。まあ、どうしようもない時っていうのは本当にもう3着4着の点数差って10ポイントしかないんで、まあ、傷口を広げないようにっていうのもありだと思いますけどね。さあカナが難を仕掛けて、はい、難ドラドラのイーシャンテンですね、うん、ドラをポンできればマンガンと、マンガンと、はい。まあ、でも連チャンを絶対しないといけない稲岡から出ることはちょっとは期待できそうですね。そうですね、はい。さあ桜井がこれでポンテンの単野感動ピンが入りました。さばきて2人抱えたら、これはちょっと稲岡も苦しくなってきたか。ただローピンが2枚持たれてましたね、はい、ローピンが2枚。あ、トムが、さあこれはどうする。桜井テンパイで親にノーアクションなんで切りますか。ただカナンがちょっと不気味ですよね、これ。捨て牌も結構濃いんでどう考えるかですね。そうですね、あ、やめましたね、うん。まあ、これはただ他のターちゃんにとってはチャンスと。本椅子が狙える、うん、手になっていく、確定マンガンハネマンに持っていける牌ですが、どうしますかね。ルーピン切りかスーソースタンゾーと落とすかの2択でしょうかね、おそらく、うん。もう一巡、うん、三蔵マンガン確定に行きましたね、うん。まあ、これでちょっと稲岡さんは時間ができましたね。さあ龍崎さんチートイツ、もう形はチートイツで決めてますね、はい。さあ稲岡はこれはテンパイがちょっと怪しい感じにもなってきましたが、まだ1球自敗。おっとこれは2ピンとトンです。さあツモならトップ、出上がりはトンだとトップ。稲岡が危ないですね、これ。安ピン、ただまあ桜井さんが1枚持ってるか。安ピンでもマンガンですよね、トップですよ、うん、え、どっちもトップ。あ、マンガンでもトップか、ごめんなさい、マンガントップです。ただ安ピンがあと1枚しかないんですよね残念ながら。ごめんなさい、ずっと点差間違えしました。さあ、手代わりが、はい、これはリャンピンを切ってどうしますかね。サブローピンは場には1枚も出てない。さすがに両面かに受けそうな気がするんですが、つも切りました。シャンポン続行、両、うん、ピンが出やすいと。もしくは絶対に掴んだら出るトーンを、うん、まあ、親が親から使い切れないっていう方を選びましたかね。さあ稲岡がこれでイーシャンテンですね。チートイブコミとメンツテンの両点ビー、はい、OK イーシャンテンになりましたよ。これで一応テンパイお帰り、お帰りテンパイでトンタンキ役はなし、三層ポンしてるので役はありませんと。ん、あ、テンパイ、テンパイ、さあ行きました。これがどうなるか、嫌ったサブローピン対ローマン、行きます。行きました、完全に行きましたね。無筋のまたぎ、またぎですが、まあ、一応ワンチャンスではあるんですけど、完全なまたぎ。
嘘セーフ、うん、これで連チャン確定したので龍崎としてはまあ、うん、確定しました。ああまあ濃厚ですね。カナンさんの上がりがありますが、ワンチャンスというのはですね、自分の目から3枚見えてる牌ですね。例えばウーマンが3枚見えてる場合ね、サブローマンで当たる可能性は残り1枚のウーマンを持っていないと当たれないということですね。はい、これサブローピンないんですね。よく見るとよく見るとない、リャンピントンもないんですね。ってことは流局と、ってことは次局確定。はい、さあ相手、さあこれで2人天敗になりました。うん、これは3000点縮まるので桜井は上がりに行かないとトップが厳しくなってきたか。はい、でも桜井さん飛んで止まったのは好判断だったかもしれないですね。これあのトンを、まあ、カナンさんが仕掛けて満貫天敗入ってめくり合いはちょっと分が悪いんで、うん、さあオーダス一本場になります。強卓は一本ですね。やっぱりトップ目と3着目でめくり合いってすごい嫌なんですよ、ね、向こうは失うもの何もないけどこっちは失うものが大きい2着順効果まで見えちゃうんで。さあドラがローソーでさ、そのローソーが2枚見えてます。うん、桜井の手はちょっと形が崩しそうです。カナンもこれは点差としては、4500点、はい、リーチ棒が1本転がって1本場、うん、1本場と、まあ、3球でいいですね。26は41、はい、26は29は3球はダメですか。実質3200点差ぐらいですよね。3機欲しいところ、はい、あの今救急車の音が、ね、入ってましたね。あの風邪ひきなので、これはドラドラの稲岡、はい、ただカンちゃんが多いのでちょっと時間がかかりそうか。うん、カナン苦しいですがファンパーピン行きましたね。これで本一ですか。役配重ねて3球から5-2まで見えそうなところですね。さあ稲岡は3番が統一になりましたが、シート湯は見ずにまず9番から行ってタンヤオに、あのリーハイは泣く構えですかね、でしょうかね。泣きたいのはカンウソ、一番泣きたいのはカンウソですが、チーソーも泣こうかなと。桜井の手が止まりました。いい判欲しいところですね。手広く受けましたね。手広く受けましたね。桜井の立場からするとリーチも最悪打つ構えでいいんですかね。そうですね、まあ、トップを取りに行くならリーチも全然いいと思うんですけども、先点を桜井が出すとカナンの条件はだいぶ緩くなりますよね。さあこれで一通が見えてきましたね、はい、できればリーチも出したくないけど、もうリーチ出さないといけなくなったらやむなしっていう、そんな立場でしょう、ね、やむなしリーチ、はい、トップを取るために多少のリスクはというところで、龍崎はこれで仕事の3色が遠くに見えますね、うん、さあこれで難しい、ちゃんたのような一通のような3色のような全てを取るパーソー9層とかどうですか。馬強的にはどれもまだちょっとマンズの上がちらほらチャンタに行きましたか。チャンタと3色とでしょうね。9番がちょっと不安ですか。ただ9番もう1枚これ稲岡さんから出るんですよね、統一落とし、はい、でこれをどうするチーしない、しない、うん、カナンもなかなかここからが大変なんですが、うかうかして稲岡に四千王塚引かれると結構具合も良くないですよね、うん、さあチーソー引きました。これ難しいですよ。そうですね、リャンゾスーソ払っていくのか、ウーワンチーピン、ただスーソーをウーマンカン三層が良さそうに見えてるんですかね、はい、自分の目からスーソーが4枚と4枚と4枚3枚3枚3枚、ね、
解説席にいるのはどなたですかということで、実況は私松浦がしております。解説は私アサピンがしております。初代天保医アサピンさん。さあまた難しいですね。これも形だとリャンゾスーソーなんですけど、さっき真仕掛けがやっぱり相当偉い場面なんで、そうなるとパーピンつもぎりと、カジーナさんは風邪のため休養しておりますおさて、お本一イーシャンテンまで来ましたよ。イーシャンテンまで来ましたね。カンリャンピンがちょっと苦しいですね。あと1枚しかないんですね、さあおかえりウーマンです。さあここでチーピンとの選択か、チーピンとか、はい、マンズの真ん中の方の馬強もかなり良さそうにも、そうですね、まあ今はパパッとウーワンが見えたんで、スーワンが使いにくくはなってるんでしょうね。ただ欲しいスーワンが今目の前で切られると、桜井もちょっと時間がかかっております、はい、まあ9番長かった時点でかなり消極的でしょうけどね、2着よしということですか、はい、カナンさんもあの手格好ですが、仕掛けるとトップが見えないということでちょっと厳しいですよね。直撃はかなり期待できないんで、おさあこれでイシャンテン、イシャンテンピンズの染めがいると判断して、マンズを分厚く持つと、マンズの方が良さそうですよね、で3走はかなり期待を、はい、ロースオートナさて放流するか、そのまま積み切った龍崎はイシャンテンですが、もう一手変わって3色まで見たいところですね、このチームはローワンもいいかもしれないなと思いつつでしょう ね、まあ、桜井さんがちょっとどう思ってるか満足不明なんで、さあ消極的に構えてた桜井ですが、ここでちょっとイスマ、はい、親の稲岡にはちょっと切りづらい牌ですね。ダマテンが入ってたりすると、嘘、まあ、これでフリテンじゃないですよね。ヤンドあパーソーん、サブロー9層にイーペーコーとチートイですか、ね、三面ちゃんとチートイスイーペーコーの比較というところでしょうね、判断が早いですね、そしてカナンに面本のウーパーピンチーピン、さてウーワンこれナンがちょっとションパイで気持ち悪いか、あとスーワンが2枚飛び、桜井が1歩進んでこれでイーシャンテンですが、1枚持ってるのはこのペーはなんとションパイ、おこれは面本、はい、これ上がればトップですかね。そうですね、はい、嘘あー惜しい2ピンとの入れ替えですか、チーピンを切ってイースーピン、そうですね、イーピン1枚に期待してチーピン切りも良さそうですね。イースーピンウーピンか、イーピンつも切り、イーピンとスライド、あこれで龍崎さんに天杯が入りましたね。条件的にはマンガンを積もれば3着と、はい、ツボワンは残り1回、ラスト1回にかけてリーチもあります。ここでリーチをかければ絶対に一発がつきますね、はい、マンガンは確定してるんですよね。さあどうする、ここはリーチですね、しました少ない可能性を、あーツボワンこれは最後までね、途中まで期待した数万が今来てしまうと、はい、残り1枚だったんですけど、うわーローは持ちづらい、ただでもこれは行きましたね。シーソーはリャンワン、さあ稲岡さん転廃できるのかできな い, ないとなると桜井も最後安全牌がありましたね、はい、
じゃあ2人テンパイということでトップは桜井と、うん、2着目はカナン、うん、3着に稲岡、ラスが龍崎という結果に なりましたね。はい、うーん、さあ、ま、振り返っていかがでしたか、アサピンさん。はい、まあ桜井さんのさばきとあとやっぱオディのタイミングが噛み合ってたなっていうのがありましたね、うん、今回まあ、さっきの曲のトン止めたりとか、まあ、カンパワーで上がりきった曲とかのその辺がすごい噛み合ったなっていう印象が強かったですけど、レイヤーズ解説のお二人またもや着順がにっこりと、うん、うーんとなっておりますがいかがですか。悔しいですね、うん、まあ最後もね天杯まで本一行って、うん、まあしょうがない、はい、せよまあしょうがないですけど、まあまあどこかね、メインホンチートイスをリーチ打って上がってたら一応4000点の加点ができたんでね、まあそれはどうなったかどうかはね、うん、結果論なんで、はい、そうですね、あれでリーチ打っちゃって抑えられてもそうですね、もっとひどい結果になったかもしれないですからね、うん、はい、それでは選手の皆様がこちらに帰ってきますのでしばしお待ちください。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして今救急車から帰ってきましたあ、おかえりなさい。はい、どうも。はい、どうも。お疲れ様でした。はい、選手の皆様がね、まもなく帰ってきますので今日はね、なんとこれで終わってしまうんですよね。そうですね、今回と明日ですね、明日も3回、明日も3回です。で、来月も3回ずつなんですよね。大阪2組も、大阪1組2組も、名古屋も、うん、というわけでね、もうまだ4時ですからね、はい、じゃあ、チャイナ君行きますか。チャイナ君行きますか、はい、順目やのに、順目やのに、お疲れ様でした。お疲れ様でした、お疲れ様でした。フラグが見事ねえ、いやなんかハイパイ悪かったよ、ぐちゃぐちゃ。ハイパイ結構悪かったですね、前半なんか、いやもう戦えないでしょ、さすがにちょっと親番のね、うん、なんかドラあんことかがかわされてしまったり、あれね、うん、でもまああれ以外は無理かな。ウーピン引っ張ったのはローキューピンを出やすくするために一応引っ張ったんですけど、桜井さん、はい、手出し1ピンローピンって入ったんでリャオピン絶対いるんで、テンパイまでに間に合わないといけないんでウーピン結局切ってチリされるんですけど、まああれはさっき切らないともうちょっと間に合わなかったらまずいんで、まあウーピン切りましたけど、まあ何かありました。なんかハック統一落とししたやつ途中で稲岡さんっぽくない、最初の方に、ああかわすかどうか、最初ですね、リャンバンのリャンメン固定入った後に、うん、ピンズが11224ってなって、白1枚目鳴かずの、あんまね、あれなんですけど、私初対戦だったんですよ、カナンさん、はい、うーん、で実はそうですね、まああんまり、まあ、思考的には見せたくないっていう感じですかね、こんなんす、あ、このぐらいなんやという感じに見せられ、見られたくないまずね、白ポンして1000点を見せたくないと、そう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 、そういう感じでしたね、私はエリーだもんな、いや、それはちょっとわかんないですけど、だからこの、この1半ちゃんじゃなくて、長い目を見た上での、あ、そうそう、うん、まあ、それもありますね、まあ、最後の曲ね、そう、なんでパッソやねんって言われてるかなっていう思ったんですけど、え、言われてなかった、いや、サブローキューソー受け、リャンズを切ってありますよ、ね、リャンズを切ってサブローキューソーにするか、そうそう、うん、パーソを切ってイーペーコーとチートイズのイーシャンテにするか、そうで、三層はまあいいと思ってるわけじゃないですか、そうですね、三層はもうね、ずっといいよねっていう話をしてて、そうなんです、で、それ狙ってるのあるんですけど、カンスーマンにちょっと魅力があったんですよ、私的には。カンスーマンに。そう、私の神茶はスーマンはいらないだろうという。あって1枚、まあ、実際持ってますね、あって1枚。もう1枚引いてきたらきっといらないだろうということで、結局マンズをちょっと重く置いたんですが。まあ、なんかね、外した、
外した瞬間に外した、ね、外した結局何に外したかってチョンパイのナンなんです。これはさすがにもうカナンさんに打てない牌すぎるんで、さすがに打てないですね。テンパイ気配がありましたね。ありましたありましたね。私はもう打てない。だからナン短期ヤンゾーはまあありえ、まあ実際ないですね。ヤンゾー重なるのはあるんかな。まあ、打てなかったですね。ナンはさすがにちょっと私、今の私にはちょっと打てないです。テンパイしてると思ってるので。名本チートへの気配はありました？まあ相当、ピンズに寄ってるっていうのはわかるんで、そしたらやっぱピンズと自敗はケアしないといけないんです。あの時、マンズの名本チートへとワードをカナンさんが上がった時に。あ、私はサブローピンのリーチの時ですか？サブローピンで。親のリーチピンフリーペーコー、私が打ったやつですか？あれ、トンがドラのやつ、トンがドラのやつ、シャーがシャーがドラ、シャーがドラで、あーあの手で1万2000円ですかね、はい、もう私あれ手降りてるんですけど、まあ、字は打たないっていうですね。そんなドラシャーないんで字は打たないですね絶対。なるほど、はい、そんなとこですかね、はい、すいませんでした。はい、稲岡さんっていうかあのチャイナ君神戸店チームは、はい、トータルがですねごめんなさい、マイナス 24.3 まだまだ今日の振り出しに戻りました、ねはい、ああそうですね、まあ、ね、まだまだこれからなんでね、はい、トップがねまだ85ポイントなんで、まあ、あと1回のトップラスで、ね、追いつける距離ですからね。次も頑張ります、はい、第3節以降の巻き返しを、はい、はいはい、それでは最後にチャイナ君の告知をお願いいたします。はい、JR 阪神西口元町駅から徒歩30秒、はい、中尾の入ってる JRA 場外馬券場の真裏のビルの5階にございます。はい、はい、4人打ちです。4人打ち専門のお店となっております。すごいアットホームな店なんで貸したくもねお安く、はい、クリスマス年末年始も、うん、はい、ぜひ絶賛働くんで絶賛働くらしい絶賛働くらしい絶賛毎日いますんで、はい、そんな可愛いユミちゃんがいますのでぜひぜひ治安大丈夫やからな治安や治安いいから治安は完璧で背中痒くない、ちょっと腰痛かっただけめっちゃ痒いてる痒いてへんからぜひ皆様、はい、お越しください、お越しくださいませ、うん、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、次はどのチームでしょうか。シンバルですかね。シンバルさん行きましょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。シンバルさんラスだったんですね、はい、僕途中まで見てたんですけど、はい、あの悲劇のなんかいつの間にラスに一通ドアドアのシャー短期でテンパイしてるところに、うん、ペイをピッて切ったらカナンさんの面本チートのドアドアに1万2000円、はいはい、あれはシャーにはシャーは打てないですけどペイも打ったらいけませんでした。はい、すいませんでした。まあテンパってるからね、はい、しょうがないかなという、 そうですね、ところなんですが、最後のリーチは一発積む、まあ、一発裏ドラ期待ですね。なるほど、まあ、積もれば、まあ、一発積もで満貫で満貫になりますからね、まあ、そうですね、うん、ということで今節はですね、マイナスがちょっとだいぶ増えました。だいぶ増えましたね。マイナストータルがマイナス 81.8 ポイントです、はい、トータルトップとは143ですから、はい、結構次から頑張らないときついです ね、 ですね、頑張ります。マイナス80ってことはトップ2回で地上に戻ってこれるんで地上に、ね、はい、早く地上の空気吸いたいんで、はい、はい、酸素って言わないでね、酸素って、はい、まずそれを目指して頑張る。そうですね、はい、またマスターとも相談して作戦出てきてください。はい、マスターは応援してくれてますか、ちゃんと。はい、ですよね、ちゃんと頑張ってこいやんって、フライングで昨日やと勘違いして昨日2人に今日は冬買う時頑張ってくるんやねっ て、 来て、分かった、それが範囲だでしょ、でしょ師匠、明日ですって言ってましたんですけど、なるほど、ちょっとかかり気味になっちゃったんで、そうなんだ、ね、ちょっと名古屋の方と間違えちゃったみたいな。まあでも次回の対戦結構早いんでね、もう12月の14日ですか、2週間後なんで、はい、まあ、早めに立て直したいという感じですね、はい、じゃあ最後にシンバルさんの告知をお願いいたします。はい、麻雀シンバルは和歌山にできた初めての4人打ちフリージャンソンです。近々12月11日日曜日に、
超有名な初代天保医であるアサピンさんをゲストにお招きいたします。2時から8時とちょっとまあ、対局時間は短いんですが、うちのジャンソーは地域密着型なのでほぼ必ず同卓できます。ラッキーな方であれば2回ぐらいは同卓できますので、アサピンさんとぜひどうしても打ちたいという方はちょっと遠方の方もお待ちしてますので。ちなみにカットインが今ね、アサピンって言ったら自分が反応して入ってきたんだけど、あ、そうなんですよ、ちょっと入れやみたいな。はい、なんで、はい、12月11日日曜日お待ちしてます。あの、休憩なしで打ち倒して残業もしてくるらしいんで、ありがとうございます。なんなら和歌山止まっちゃうみたいなね。ありがとうございます、よろしくお願いします。頑張っていただければと思います。はい、お待ちしてます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。続きまして、第三元、第三元、はい、第三元いきましょう。第三元チームは今回2着、あ、なんか結構トップまで近かったんですね。へえ、お疲れ様でした。3連戦、お疲れ様でした。はい、どうでした？名本チートイもうしらじら、どれもしらじらしいなって思いながら待ってました。早く出るかなと。なるほど。まあ、あの1万2000は最後もね、逆転の手が入ったんですが、そうですね、まあでもあのハイパイからね、そうですね、本質になれば、まあまあ、はい、まあまあ勝利かなと。小車輪ね、うん、まあでも2回競り負けましたね。いや、ほんまにちょっとなんかモヤモヤが残りますね。残りますね、はい。今日は3着、トップ、2着、まあいいじゃないですか、数字的に見れば、うん、トータルはだってプラス 32.5 ですよ。そうなんです、はい、私、あの前の夕刊富士からプラス引いてないんですよ、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。それ言っちゃいました。それ言わない方がいいですよ。あ、言わんかった、よかった。それ絶対言っちゃダメですすごい、そうなんですよ、出すなし、同点3着あったんですよ。あ、言ってしまった。もう次2週間後なんで、はい、早めにラス引いた方がいいですよ。あの、大丈夫です、普段ラスいっぱい引いて僕もなんかリーグ戦とかでラスない、なんか何回連続ないなっていうのは分かってても、あ、言ったらダメなの、引くまで言わない。あ、そうなんや、やめとこやめとこ、今のなしで、はい、引いたらね、言ってしまった方がいいと思います。どうでした、チームメイトは見てて。いや、今日はね、ずっと観戦の方に回られておりましたが、そうですね、もうでもしっかりやっぱりカナンプロ強い、いや、もうついてましたね、強いところを見せてよかったです。あの、第三元の監督からは何か、監督からは強気で、強気で言ってくれと言われました。実行できましたか？てか、お褒めの言葉などは、あ、まだこれからですね。さっきトップの時はあのいただきました、ね。なるほど。目の言葉を。はい。じゃあ次はトータルトップになった時にね、いただかないと。わ、はい、かりました。はい、じゃあ最後に、第三元さんの告知をお願いいたします。はい。第三元は御堂筋線西中島南方駅から徒歩1分、阪急南方駅から徒歩3分にある全25卓のセット雀荘です。小規模大規模の大会での貸し切りもできます。私たちの所属する日本プロ麻雀協会のリーグ戦も会場になってますので見に来てください。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、ほーっと次回はそろそろカンペなしでいきましょうか。はいはい、あ、本当ですね、暗記します、はい、暗記しなくてもいいんですけどなんか新しいパターン入れてくるとかね。なるほど、はいはい、ちょっとネタを大作原作から仕入れといて、ここら辺のこの周辺は美味しいラーメン屋さんもいっぱいありますんで、はい、麻雀打つ前か歌とか、歌とか、歌とか、はい、ラーメンを食べて帰ってください。わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。第三元チームでした。さあ、そして最後ですね、トップを取ってトータルも首位になりましたね、プリンセスビジョンチーム、いらっしゃいます、いらっしゃいますか、プリンセスビジョンチームさん、はい、はい、すいません、今日は3人で、はい、今回は3人で来ました、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。最後はトップ、なんとかかろうじて、なんかあの切りしたけど
1戦目は2着、2戦目は3着だけど、なんかモヤモヤする的な展開だったのが一気に、なんか今日は今日は美味しいお酒飲めるぜみたいな感じじゃないですか。ありがとうございます。鹿島さんのおごりで、僕ね、ちょっとね、また注射打ちに行かないと風邪ですか。いや、そんなことないんですけど、あの、はい、どうでした、あのカンパーマがね、実は予想以上にでかい上がりだったんですよね。あのドラブトンポンした、うん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 、あれ、親にドランコの両面テンパイが入ってたんですよね。わおー、それ上がれたのがちょっとラッキー、ちょっと期待値的にラッキーだったんですかね。なんかラッキーなのがちょっとちょこちょこありました。まあ、最後あのトーンを切らずにドラ1曲前ですね、はい、あれを切っちゃうとカナンがトーンをして、そうですよね、どうなるかって感じなんで、そう、もう貫禄今あんまいい形じゃないし、無理していくことないなと思ったんで、うん、逆にトーンが私に流れたら降りるしかないねと思って、あの、うん、まあよかったなと思ってます。近野さんどうですか、解説やってて、あの桜井さんをご覧になって。面白かったですね。面白かったですね。今回は、はい、薬杯の切る順番でこう運命が変わるようなタイミングが何度もあったので、運に恵まれたところもありますし、はい、よかったなと思いますね。ちょっと今回はね、お二人お休みだったんで、ぜひ次回、はい、また次回秘密兵器が、秘密兵器どうなるか分かりませんけど頑張ります。でもこうやって打ってるのを見ると、いざ自分の時になると結構緊張すると思うんですけどね。ですよね。しかもテレビっていうか、その中継で打つっていうのがもうそんな経験がないんで、もうちょっと次はドキドキしてますけど、もう今から解説を、ね、させていただいてると、ええ、もう外側から見てる分にはいや切ったらいいじゃない、その牌とかって言えますけど、実際宅についてると多分選択も変わるんだろうなと。そう、ここは神の視点なんで。まあこればっかりはね、実際あのその現場に立って経験してみないとなかなかね。桜井さん、なんかいいアドバイスないんですか、初めてそういう場に出た時の。お願いします。もう翻弄作戦で言ったらどうか。惑わし作戦で、あえてもう逆にもう何待ちか全然読めないみたいな、周りがもうだから自分の思うままに行って、まだその覚えてそんな立ってないんで、はい、もう自分のマイワールドで言ったらいいんじゃないかな。でも一応トータル主義ですから結構大事だと思います。それはちょっとあるんですよね。まあまあでもね、伸び伸びぜひ言っていただき、はい、あのお二人ともね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、それでは最後にプリンセスビジョンさんの告知の方よろしくお願いいたします。はい、プリンセスビジョンは、大阪にある、まあ制作会社になっております。主な、業務内容としましてはホームページ制作、チラシやパンフレットなどの DTP 制作、イラスト漫画制作、あと、似顔絵制作やっております。はい、ホームページに関しましては、まあ、作りっぱなしではない、一緒に育てていく、そういったお付き合いをさせていただいております。そして、遠方の方でもぜひ、あの東京とかのお客さんもいるんで、ぜひあの遠方の方もホームページ見てお問い合わせください。似顔絵依頼待っております。待ってます。待ってます。これ大体どれくらいできるかって、まあ、よくわかんない人もいると思うんですけど、はい、なんか見積もりとかそういうご相談も全然構わないわけですね。はい、もう無料で、はい、あのそちらを受けたまっておりますので、はい、もうお気軽にぜひホームページからお願いします。あのマーちゃん指導も業務に加えてと。あー、ちょっとそれはあの任せます。投げましたね。投げちゃいました。はい、というわけでプリンセスビジョンさんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでですね、本日の対局などは以上となります。明日大阪2組の対局が、12時からスタートとなります。明日出場するのは、ビッグウェーブ僕頑張る、そして暁&ウィズ、そしてマーチャオ、リズム、この4チームが出場することになっております。実況解説は、いつも通り、僕と松浦君で行いますので、はい、明日も、ね、明日も参戦なんでね、参戦早く行っちゃいますね。早く終わりますね。今からどうしようかというね、はい、ところになってるんですが、まあまあタイムシフトもありますんで、はい、この時間間に合わない方もぜひ後ほどご視聴いただければと思います。それでは本日の放送は以上となります。ごきげんよう、さようなら、また明日もよろしく。